で、ところでね、話は変わりますが、皆さんエレクトリカルパレードご存知でしょうか。東京ディズニーランドでね、毎晩行われている夜のパレードでございます。ちょっとね、まだお昼で気が早いんですけれども、続いてはこのエレクトリカルパレードの紹介をさせていただきます。さあ、エレクトリカルパレード、本日は19時35分からパレードルートで開催される予定でございます。でですね、このエレクトリカルパレード、実は、1ヶ月ちょっと前ですね、7月11日に内容が一部リニューアルされました。シンデレラのフロートが、新しいものになったりですね、美女と野獣のフロートが復活したり、あるいはね、アナと雪の女王が初登場したりというふうにね、一部内容がリニューアルされてます。それでですね、この新しいバージョンのエレクトリカルパレード、公開から1ヶ月ちょっと経つんですがね、非常にご覧になった方からご好評をいただいておりまして、いや美女と野獣本当に素敵でしたというふうにね、お声をたくさんいただいております。はい、というわけでね、本日はこの美女と野獣の、フロートにちなみまして、ディズニー映画美女と野獣のストーリー、ジップズームガイドツアーで復習してみたいと思います。それでは早速いってみましょう。美女と野獣のストーリー、美女と野獣って何だっけみたいな感じで出てきたけど、美女と野獣だよ。あのブールとビーストが出会って、そう、それそれそれ、いけるね、いけるね。うん、はい、というわけで、それでは早速行ってみましょう。美女と野獣の物語でーす。一回止めます、一回止めます。誰力士リッボックスとか、じゃあ力士のことは一回忘れようか。うん、あの美女と野獣に力士は出てこないからね。あ、というわけで、おい、どうしてくれるんだこの空気。大丈夫、どうしてくれるんだこの空気。今の力士の分挽回してからじゃないとスタートできないですよ。大道君がこの空気を面白いことをやって打開してくれるんですか。今から面白いことをやるんですか。やりませんね。はい、ごめんなさいわ。はい、OK です。さあ、というわけで、気を取り直してまいりましょう。美女と野獣のご紹介です。森の奥のある城にわがままで傲慢な王子が住んでいました。ある夜、醜い老女が王子の城を訪ね、一輪のバラを差し出し、一晩止めてほしいとお願いをします。ところが、老女のみすぼらしさを理由に、王子はそれを断るのでした。すると老女は、美しい魔女に姿を変え、魔法を使って王子を恐ろしい野獣の姿に変えてしまったのです。魔女はバラを置いて去っていきます。そのバラの花びらが全て散るまでに、王子が人を愛することを覚え、またその相手からも愛されなければ呪いは解けず元の姿に戻ることができないのです。それから10年の月日が経ちました。発明家モーリスの娘メルは町一番の美貌の持ち主で、読者と空想が大好きな娘でした。娘たちの人気者ガストンはハンサムですがうぬぼれや、美しいメルに熱心に求婚しますが、メルは興味がありません。そんなある日のこと、メルはいなくなってしまった父モーリスを探して野獣の城へとたどり着きます。モーリスは森で道に迷った末、野獣の城に迷い込み、不法侵入者として捕らえられていたのでした。そこで父親思いのメルはモーリスの身代わりになることを申し出るのです。捕らわれの身となり失意のメルも、ポット夫人やオフト系のコルスラス、ロズクのルミエールなど家財道具に変えられた城の召使いたちは快く受け入れ、もてなしてくれました。そんなある日のこと、メルは野獣の無礼な振る舞いに耐えかねて城を抜け出しますが、吹雪の中で野生の狼に襲われてしまいます。その時、駆けつけてきた野獣によって救われるのです。メルは傷ついた野獣を城へと連れ帰り、怪我の手当てをしてやりました。それ以来、二人は少しずつ深
れ合っていきます。二人は雪の中で一緒に遊んだり、手を取り合ってダンスをしたり、楽しい時間を過ごしました。ところが嫉妬に駆られたガストンはベルがいない間に野獣の城を奇襲し、野獣を徹底的に痛めつけてしまいます。駆けつけてきたベルと再会を果たした野獣ですが、隙をついたガストンにより刺されてしまいます。虫の息の野獣にすがり、涙を流しながら愛を告白するベル。するとその瞬間、野獣の呪いの魔法を解け、元の人間の王子の姿に戻ったのです。こうして二人は結ばれ、元の姿に戻ったメスカルたちやオーリスと共に、いつまでも、いつまでも幸せに暮らしました。めでたし、めでたし。モチーフにしましたフロートがエレクトリカルパレードに登場しております。ベルとビーストが手を取り合ってダンスを踊るシーンで登場してます。そしてね、このフロートにはですね、美しい散りゆくバラのステンドグラスもあしらわれておりまして、非常に美しいものになっておりますので、お時間ある方ぜひ本日16時35分からのエレクトリカルパレードご覧になってみてください。はい、といったところで、お時間が来てしまったんですが、最後にどうしても言いたいことがあるので一つだけ言わせてください。野獣が王子に戻る前になんで一回関取を経由したの？なんで関取経由で王子に戻ったの？相撲推しなの？ちょっとだけね。はい、というわけで、一応確認しております。美女と野獣にですね、野獣が元の姿に戻る際に関取を経由するというシーンは一切ございませんので、誤解なきようにお願いいたします。はい、といったところで本日はお時間が来てしまいました。この辺りで失礼いたします。皆さんこの後は夢と魔法の王子東京ディズニーランドで素敵な一日をお過ごしください。ジップゼムガイドツアーでした。それでは皆さん、いってらっしゃい。大丈夫、今最後今日の公演のピックアップ動画みたいな感じでね、やりましたけど、そんなにフィーチャーされてないですからね、力士ね。ほらもうこの空気だ、どうしてくれるんですか。また